今回なんですけど、ブレイキングダウンに一緒に出た米野さんっているじゃないですか。はい。あの人、なんかすごい怖い人なのかなってぶっちゃけ思ってたんですよ。そうですね。オーディションでしか会ったことないです。しかもいろんな人の動画見たらめっちゃ喧嘩してんじゃん。いや、めっちゃやべえやつじゃんと思って、はいはい、絶対関わりたくないなって正直思ってたんですけど、はい、この間たまたまなんか、ハウスユリヒルズで飲み会をやった時に、はいはい、誰かの誕生日の時に来てくれて、そうですね。そしたらね、すっげえ礼儀正しくて、もういい人だったんですよ。はい。だからちょっと見る目が変わって、ちょっとコミュニケーション取ってみたいなって思いました。で、なんか彼って今料理人をやってるらしくて、はい、料理がめちゃくちゃうまいらしいんですよ。だからちょっと、まあ料理食べてみたいなって気持ちもあって、今来てもらってます。来ました。はいもらってます。で、はい、今なんか料理作ってくれてるらしいんですけど、はい、食べさせてもらいながら話できたらなと思って。そうですね。うん。いきなり切れそうじゃん。怖くない？怖いって。大丈夫かな？オーディションの時みたいな。はい。また殴られたらもう失明しちゃうから。勘弁してほしいですよ。そうですよね。まあでもせっかく来てくれたんで、ちょっと僕からコラボっていうことで。そうですね。じゃあちょっと話しに行きますか。話しに行こう。はい。お疲れ様です。めっちゃ料理してるじゃないですか。めっちゃ料理してます。すごっ。はい。え、本格的ですね。はい。結構本日いろんな入食を用意したので。え、こんなことできるんだ。はい。めちゃくちゃうまそうですよ。これは伊勢海老サーモン。こう生きてる。怖いんだけど。へえ。すげえ。ウニだよウニ。もう伊勢海老生きてますね。そうですね。今日この後、土鍋ご飯も炊いてあるんで、ウニ丼。うおぉ、怖っ。うめぇ、なんか。すごい。すげぇな。すごい。料理人っすね。うん。料理人なんすね。本当の顔は。本当の顔は料理人なんすよ。喧嘩屋じゃないんだ。違う。普段何の料理人なんですか？僕、基本的に日本食です。いや、日本食なんだ。そうです。だからこういう、魚料理とか。そうですね。魚さばくことがすごい多いんです。自分で店持って。そうですね。店持ってる人喧嘩したらダメじゃないですか。すごいな。意外と多彩っていうか何でもできるんだね。めちゃくちゃ美味しそうですね。ね、ちょっとお酒お持ちください。レストランみたいな。待ってます。楽しみだ。はい、ということで。すごいレストランみたいになってますけど、これ全部作ってくれたんですか？作りました。ありがとうございます。これちなみにこれ何分ぐらいかかったんですか？これ1時間ちょっと。1時間ぐらいですか？はい。じゃあちょっとありがたくいただきます。ぜひ、はい、これ何ですか？これいただきます。はい。これがハマグリ。ハマグリ酒蒸しと、あとこちらがホタテの味噌焼き、うん、あと伊勢海老の刺身と、あと金目鯛の漬け。金目鯛すごいね。ハマグリの出汁も、え、汁物。汁物、はい、すごい。これで食べるんだ。そうです。もうすごい。ちょっとこれでいただきますか。これにね入れて、はい、いただきます。ああ、うまい。普通にうまいよこれ。うまそう。ご飯も炊いてあるんで。え、うまいわ。本当にうまい。こういうの家で食べたことないからさ。もうプロの料理人なんですよね。そうっすね。はい。すごい。これが一応パケなんで。プロの料理人の料理を今食べてるんですよ。でもうまいもん本当。普通にうまい。これはマジで。いいの。美味しそうっすね。めちゃめちゃいい匂いしてました。うまい。それめっちゃ好き。今日何も食べてなかったから、お持ちでありがたいですね。いい撮影だわ。うん、これはでも本当に普通にうまいな。いただきます。そもそも、なんでこう料理人になったんですか？僕もともとその、刑務所で料理勉強したんですよ。え？刑務所で料理？はい。あ、そう、捕まったんでしたっけ？一応その話聞きたいですね。ちょ、みくるさんのチャンネルでもちょっと見てたんですけど、詳しく聞きたいです。そうですね。まあ、僕はもともと19くらいに、キャバクラに勤めていて、うん、で、そこでお客さんが来たんですけど、うん、その人がお客さんとして来店した時に、うん、女の子のお触りとかしちゃって、それでまあボーイの人が、5人働いてたんですけど、うん、そのうちの1人が注意しに行って、うん、でただそこで口論になって、うんうん、でもう1人のボーイが入って、ただそのお客さんのことを殴っちゃったんですよ。殴っちゃったの、ボーイが。そんな気性の荒い人だったんですか？
いや、なんか僕も正直そんなに仲良くなくて、うん、あ、そうなんだ。オープンしてまだ10日目とかだったんですよ。あ、じゃ入ったばっかだから。そうです、そうです、うんうんうん。正直本当にそんなに仲良くなかったんで、うん、どういう人かもあんまりわからないっていう状況だったんですけど。うん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 、で、その中で手を出してしまった時に、かなり揉み合いになったんですよ、ね。はいはいはい。で、そしたら全く5人中の1人のボーイの1人が、その人のカバンからお金を取っちゃって。取っちゃったの？そうです。なんでそんなことするんですか？それが後から分かったんですけど、うん、その人偽名で働いてたんですよ。なんかそう、じゃあすごい悪いとこにいたんですね。まあそうそう。当時の歌舞伎町っていうのは。歌舞伎町なんですね、しかも。確かにそう、ありそう。結構、まあ、アングラな場所だった。確かに確かに。はいはいはい、はい。そういった時に、うんうん、そういった事件が。で、はいはいはい、で、まあ、僕当時ほんと皿洗いしていて、うん、本当に何が起きたのか分かんないですけど、急に警察が来て、うん、ちょっと事情聞きたいからついてきてこいみたいな、現場から連れてかれたんですけど、うん、警察署に。でそこで、あ、じゃあその時点では何のことか分かんないみたいな。全く分かんなかったです。で、それで、はいはい、捕まった。したやつをその警察署に連行された後に、48時間くらいで行って、本当に寝ずに取り調べを受けて、で僕はそこでそのお金が殴って取られたっていうのを分かったんです。だからその事件のことも知らない状態で捕まって、捕まったのかもだ。警察に行って言われて、あ、そんなことあったんだみたいな。で、まあ殴ってたりとか、なんか揉めてたりしたのはなんとなく声で分かったんですけど、正直その以外のことは本当に分からず、ただ5人中の4人が取り調べを受けて、お金を取った情報人は現場から逃げてしまったんで、うんうんうん、でその捕まらずじまいで、え、捕まってないんですか？捕まってないです、っていう状況で、僕もその警察署に連れてかれた後に逮捕されて、逮捕されるの？それでやってないのに、共謀共同正犯っていう、あ、罪が成立して強盗罪と関係な、え、なんで共同正犯成立するんだろうね。そもそも密室の空間だったので、証拠はないんですよ、ただ被害者の証言で今回立件されてしまったんですよね。でその被害者っていう人も、まあ、農林水産省のやつみたいな上級国民的なね、そうそう、っていうような状況があったので、そういった中でかなり怒ってらっしゃったんで、はい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 、でそれでみんな捕まえてほしいっていうような状況になったのかなという僕自身考えていて、でそのまま本当に無罪主張しながら2年半くらい戦ったんですけど、そこでじゃあその日逮捕されて、まず逮捕された時どんな気持ちだったんですか？いや、もう何のこととか分からず、正直僕留置所で超暴れましたよ。本当に納得いかなかったんで、で留置場でかなり暴れて、でなんか拘束員みたいなの着させられるんですよ。何それ、まあ、本当に鉄格子みたいなのを入れられるんで、鉄格子めちゃめちゃ切りますよ。その時から凶暴は凶暴だったんですよ。マジで出せよみたいな。そしたらめちゃめちゃ羽交い締めされて、なんか拘束員みたいなの着させられて、ヘッドが入るゲージみたいなとこ入れられるんですよ。でそのまま逮捕されて、20日間留置場、留置場ね、はい、逮捕されるとやっぱ20日で、その間に起訴するんですよ。そうですね。で、そこで起訴されて、東京拘置所に移送されて、東京拘置所で本当に最後2年半くらい戦ったんですけど、2審まで戦ったんですけど、最高裁まで行けた。で、起訴されないで弁護士はつけなかったんですか？国選弁護人です。ああ、ダメだね。これ知らない人もいるからちょっと解説すると、普通はお金を持ってたりとか、ちゃんとしてる人は、私選弁護人っていうのを入れるんですよ。要は自分が頼むんですよ。で、多分その当時そのお金もなかったんですよ。そう、多分本当になくて、多分20、いや、19です、ね。19か。19だから多分社会のことも知らないから、やっぱ言われるがままに、お金がない人とか自分でつけれない人は国が選んでくるんですよ。でも国が選んでくる弁護士なんて、ぶっちゃけ人によると思うけどやる気ないんだよ。いやー、確かに。だってお金も大してもらえないし。そうですよ ね、僕の弁護士は全然会いに来てくれない。あ、そうでしょう。そうそう、本当やる気ないの。ひどいです、ね、弁護士によってやっぱ変わっちゃうから裁判って。なるほどね。で、それで起訴されて、起訴されて、でそこから本当に裁判戦い続けて、国選弁護人で。そうです。そこ視線の弁護人だったらまた違ったかもね。いや、本当にその視線の弁護人みたいな、正直知り合いとかもいないし、そうだよね。で、なんかどこに相談すればいいか正直全く分からず、しかも、ずっと接見禁止令がついてたので、家族とも会えない。まあそうだよ。だって教えてくれる人だってさ、夜のお店に出勤したらいきなりその日から帰ってこれなくなったわけでしょ。そうです。それはきついよね。相談する暇もないじゃん。連れてからでもそっから出ないです。出ないって。で、ずっと独房すよ。畳3畳むき出し便器は。で、全部で何年なんですか？僕、実刑判決が最終的に3年10ヶ月出て、で、捕まった時から合わせたら大体ほんと4年半。4年半。じゃあもう、じゃあ仕事行ってくるわって言って仕事行って、そこに巻き込まれて、その日から家に帰れぬまま4年半と。そうです。きついよね。きついよ、それはマジで。きついところじゃないですよ。それはしんどいわ。でもこれみんなあるからね。まあなかなかないけど、ゼロじゃないから、こういうことになる、
のって。正直その、うんうん、まあ、冤罪とかっていう事件は全く別の人が逮捕されるっていうのはそこまで多くはないですよ、うん、こういう事件は、うん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 、ただなんか知らないで騙されたりとか、うん、やっぱりそ刑務所にも超いて、うんうんうん、でそういった冤罪っていうものはすごい多いんですよ、うんうんうん、なんでなんかそういったものがなんか改めて自分の身近にあったんだなっていうのはすごい改めて感じました、うんうん、今回の事件として。本当にその現場で何もやってない、何もやってないんですけど、さらにしてただけだった。最終的に一審の被害者陳述があるんですけど、うんうん、被害者の方が陳述するときに被害者が証言台の前に立って、うん、でこの人たちに求める刑は何ですかっていうのを聞くんですけど、うんうん、裁判官が、うんうん、そういったときはなんかもうまともに更生してほしいですみたいなことを普通の人たちは言うんですけど、農林水産省のお役人が言ったのは、うん、死刑にしてください、うん、当時もバッパかけられながら裁判台で待ってるときも、うんうん、俺死刑になるのかなみたいな、うん、めちゃめちゃ怖かったですね。それは怖いね。無罪を主張して2年半戦うのもすごいよね。普通はなんかそういうのってよくある話なんだけど、受け入れちゃうんだよね、うん、あのそこまでのことになって、まあ、いや自分はやってなくても認めた方が罪が軽くなったり早くなったりする。要するとかそもそも裁判ですぐ認めれば2年半戦う時間がない、なくなるから、さっさと刑務所行って刑期を満了した方が、まあ、リスタートできる。僕 の, その一緒に捕まった人たち、その殴ったやつらはもう罪認めてるんで、うん、そいつらもすぐ出たんですよ。そいつらの方が多分すぐ出るよね、多分認めた方が。本当日本の刑事裁判というか司法っておかしくて、だから冤罪ができるのよ。やってなくても認めた方が早く出れるから。ひどいですね。うん、ひどい。泣き寝入りするっていうのはやっぱり正直僕も、うん、本当に独房何年もいた時はもうずっとそれ頭によぎってたんで、うん、もう正直認めちゃおうかなみたいな、認めようかなってマジで思った時とかすごいありましたし、うん、でも皿洗いをしてただけなのに一番長く入れられたっていうのがすごい。本当っすよね。なんか、うん、うまいこれ。確かにめっちゃ食ってる。さっきからめっちゃ食べてますからね。うんうん、でこういったのも全部僕刑務所で、うん、ずっと一人で本当することなかったんで、もう料理のレシピ本をずっと読んで勉強していたので、どういう意味で刑務所で料理できるんですか、その子。できます、できます。え、料理するところ。刑務所ってその自分たちの料理を自分たちで作るんですよ。え、そうなの。そうそう。へえ。でそういう係の人たちがやっぱりいるんで、でそこでやったりとかするんで。え、刑務所ってご飯出てくるんじゃないですか。自分の分は自分で作るってわけじゃないですけど、うん、その係がいるんですよね。うんうん、その収容所に、うん。なるほどね。はいはいはい。分を作る。でその人たちが全員分ご飯を作ってるんで、うん、その中でずっとそこで働くと調理師免許とかも取れるんですよ。へえ。え、じゃあそれでじゃあそこの係に行って練習したんだ。そうです。でも拘置所辛くないですか。拘置所がめっちゃ辛かったですね。僕も拘置所入れられたんで20日も。そうっすよね、うん、拘置所が一番辛いんですか。一番辛いです、うん、何もすることないんで、マジ超つまんないし、だからもうそれでもうさっさと終わらせないとなって思ったんだもん。 それまでずっとやっぱ戦ってたから、みんな思うこと一緒だ。一緒だよそれは。拘置所なんて本当にテレビとかなんかないし何にもないからやばいよ。ラジオだけなんで。やばいっすね。本当にすることないですよ。刑務所の方が楽ですか。刑務所の方が全然楽です、正直。なるほど。やることが何かあるんだ。何もやることないのが一番きついです。きついよ。刑務所は逆に行ったことがないから分かんないけど、で刑務所も辛いですか。別にそうでもない。まあその行く刑務所とかにもやったりとか、うん、人間関係とかにもやったりするんですけど、うんうん、僕最初行った川越少年刑務所とかは、うんうん、やっぱりいじめがやっぱりすごい刑務所だ。え、そうなんだ。ブレイキングダウンで言った後藤祐樹君の、うんうんうん、あの川越少年刑務所行って、うん、かなりいじめられてたみたいなのもありましたし。あ、そうなんだ。これ本当に何にも分かんないんで、あれなんです。こんな質問していいか分かんないけど、うん、なんか、ウィリタさんがさ、お前くんと喧嘩した時の最初のあれで、なんか、川越少年刑務所はエリートだろみたいな、はい、なんかこと言ってたじゃないですか。お前川越だったの。そうだ。あそこエリートじゃん。は？あれはどういう意味なんですか。そういう経験した人じゃないと分かんないよね、あれ。おそらく、初犯の刑務所だからなんですよ。うんうん、あ、なるほどね。川越の刑務所が。あの人は、何回も捕まってる。顔面ヤクザだと。何回も多分捕まっていて、うん、何回も累計の刑務所行ってたりすると、うんうん、そこなんか全然しょっぱいよね、なんか。なるほどね。それはなんか、もうコメントしがたいよね。それはコメントしがたいね。そんないっぱい言ってんのがいいんだ、みたいな話じゃないからね。そう、まあまあまあ、まあ、なんか、刑務所入ってる奴らからしてみたら、その、累犯のやつとかは、そんな言ってんだ、みたいな。すげえ、みたいな。気合入ってるみたいな。そうです。なるんだ。そこでなんか、まあ、満期上等みたいなやつだとかは、やっぱり一番気合入ってるんで、仮釈望んでないやつだとか。で僕も罪認めてなかったんで、うんうん、正直、まあ、おそらく満期になるかなとか、そう思ってたんですけど、うん、だから正直そのいじめられるやつらはそのやり返さないっていう構図が生まれるんで、うん、だからもうずっといじめられ続ける。いじめってひどい。どんないじめなんですか。本当にひどいですよ。へえ。ちょっとこれピー入るんですけど、うんうんうん、もうご飯に
マジで？やば。マジで？見せちゃった、やばい。そんなことがって毎日行われるの？そうそうそう。飯取り上げられたり、うん、ずっと俗に言うとか、自殺するじゃん、そんなこと。あの、自殺できないようになってるんですよ。でも地獄じゃん、やばくない？そんなことあるんだね。なんか僕、その川越少年刑務所行ってたんですけど、うんうん、やっぱり少年刑務所だと運動がすごいするんですよね、うん、運動をすごいするんですけど、その中でラジオ体操をするんですけど、うんうんうん、まあ、ラジオ体操がマジで全力でやらないといけなくて、うん、喉から血出るくらい超大きな声出してラジオ体操朝っぱらから15回くらいするんですよ。それでもうなんか足ガクガクで、もうしかも真夏でですよ、でめちゃめちゃ筋トレとかもさせられた後、すげえ水溜りみたいな汗できるんですけど、でその後に飲ませられる水が湯飲みいっぱいくらい、みんな風呂場の水とか便所の水とか飲むんですよ。マジで便所の水飲むの？で風呂とか もう毎日入れないんで、で毎日その入れてたとしても赤だらけの浴槽から桶2杯しか使えない。え？え、シャワーとかないですよ。フリエッセイじゃん、超すごいね。ご飯言います？うまいな、マジで、マジでうまいね。マジでうまいから、この魚うまいよ。ウニご飯、贅沢。うん、うまい。今日何も食べてなくてよかった、ほんと。めちゃくちゃうまそうっすね。めっちゃうまいよ、普通に。ほんとうまいから、ずっと食べてるの。てか、ずっと食べてる映像しかないですよ。ほんとに。その王子も結構、その、デヴィジンのメニューに合っていたっていうのも聞いてたんで、うんうん、で、そういった中で、アジル劇場みたいな、うんうん、ああいう戦い続けるみたいな、すごい、正直、ほんとに、あ、俺が同じことがあった時、ここまで戦い続けられるかな、みたいな、人、うん、とかもすごい思いましたし、やっぱり一人の男として戦い続けられる、られるって、うん、すげえかっこいいなって。めちゃめちゃ思いましたね、当時。やっぱ僕もすごく理不尽な目にあったりとか、本当に悔しい思いたくさんあったけど、まあでも結果良かったですなっても思うけどね、今となっても。今となってはね、もう本当いろんな活動もさせてもらってるし、まあ、あれがなかったらこんなことしてないと思うし、過去を変えられるって本出したけど、どんどん変わっていったなって。まああのことがあったから今こうなってる。まあこういう出会いももしかしたらなかったと思うしね。自分もそういう風に考えられるように、これからもたくさん挑戦していきたいなと思うし。まあ、本当に YouTube とか始めるとも思ってなかったんで、当時刑務所にいた時なんて、うん、そうだよね。でこれから多くの挑戦をして、本当にそういった意味では、うん、人に本当に変えられるよう頑張っていきたいなとは思いますね、うん、いつ出てきたんだよ。24、5くらいの8月とはですね、3年前なんですよ、ね、刑務所から出た時の初めて食べる飯ってうまいんですか？いや、もうコーラが一番うまくてそうなんだ。炭酸とか飲めないんですよ。へー。その時、僕移送されて最終的に山口の刑務所に行ったんですけど、本当どういうのかね、よくわからないコンビニがあるんですよ、うん、そこで豆大福とコーラを買って食った時、もうあそこで食べたあんことコーラ忘れられない。もう忘れられないですよ。超うまいですよ。でも出所できるってなったらやっぱ嬉しいんじゃない？めちゃめちゃ嬉しいですよ。そうだよね。母ちゃんとも何年も会えなかったんで、母ちゃんと会った時なの話しちゃいました。あとそうだ、ちょっと YouTube 見たんですけど、伊原くん、はい、まあ、あれは本当になんか喧嘩してるんですか？ガチでも見たんです。マジで今本当にぶっ飛ばしてるのかなって。マジで、あれマジなんだ。マジです。なんで揉めてるんですか？あの、これ本当に事実話すと、うんうん、僕がその家に泊めてたんですよ、うんうんうん、でその家に泊める経緯っていうのが、僕がなんかあいつがツイッターで絡んできて、なんか生意気だなと思ってぶっ飛ばしてやろうと思って呼び出したんですよ、うん、飲みの席に、うん、そしたら僕潰れて酔っ払っちゃって寝ちゃったんですよ、うんうん、でその店で寝てた時に起きたらあいつがいるんですよ、うん、でなんでお前いいんだよみたいな、なんか呼ばれたから来たみたいな、うんうん、でそこから彼がいろいろ話聞いたら、なんでお前家帰んないのみたいな、帰る家がないみたいな、でホームレスでみたいな、で金もなくてみたいなことを言ったんで、まあ、じゃあとりあえず一回俺んち来いよっつって、でそのまま飯連れてって、で家連れて帰って、で金もなかったら金現金とか普通に渡してたりして、渡したんだ。結構、まあ、そ面倒見てたんですよ。本当にこっち身寄りもいないとか個人員で育ったみたいな話を聞いたんで、でそしたらあいつが僕の家でなんか隠し撮りみたいな、なんかそれを僕の耳に入ったんですよね。その前にはもともとなんかツイッターでなんかあいつが家に住んでるのかからず、俺になんかやたら絡んでくるツイートをしたんですよ、うんうんうん、それなんでお前そんなの住んでるみたいな感じで俺が切れたんですよ。まずその後に世間にはその僕ん家に住んでることを言ってなかったので、うん、そしたら朝倉みくるさんの動画でそれが明らかになったんですよね。これはもうじゃあどうするかって二人で話した時に、じゃあそれをじゃあ事実回収した方が良くなるかっていうことを俺は言ったんですけど、うん、まあ、あっち側はまあそんなに話題になってないじゃん、
その話題になっていないのにこちら側からいきなり弁明するのっておかしいよみたいなことを言っていて、まあ、確かに俺もそうだなと思って、じゃあとりあえず一回これはまあ話題になれば寝かせるかみたいな感じになって、まあ、ほっといたんですよ。そしたら朝倉未来さんの動画で明らかになっているにもかかわらずめちゃめちゃ絡んでくるツイートをし始めてて、それでも完全やらせじゃないですか、なんでお前そんなことすんのって感じで僕がめちゃめちゃキレて、ただなんかあっちのファンがまず俺に絡んできたんですよ。で、あっちのファンが俺に絡んできたものを俺はその絡みに対して死ねよみたいなこと返したんですよ。でそしたらあいつがそれに対して絡んできたんで、もう一番意味わからなかったんですよね、僕からしてみたら。しかも一緒に住んでるにもかかわらず。でそれでもうそこのお互いの意見が、なんでお前このタイミングで絡んでくんだよっていう俺の意見と、あっちはなんで俺のファンに絡んでくんだよみたいなことを言ってきたんで、なるほどね。でそれでまあもう無理だなと思って家から追い出したんですよね、追い出した。でその後にジョイントバーガーが一周年パーティーみたいなのがあって、そこに呼ばれて、行ったらなんかあいつがいたんですよ、ね。でなんかその時に、あいつが俺の家を盗撮とかをしていて、でなんか暴露キャラで行こうとしてるみたいなことを聞いたんですよ。でなんかそれを聞いた瞬間にさすがにプライベートさらされるとかは普通にムカつきますし、なんか今まで面倒見てきたので、そんなあだで返されると思ってなかったんで、それでブチ切れたのはあの構図だった。なるほどね。なるほど。じゃあ2人の中でいろいろあるんだね。2人しか分かんないけど、これからどうなるか分かんないですけど、あいつが次ブレイキングダウン出るのか間違いなくぶっ飛ばしてる。じゃブレイキングダウンで やればめっちゃ盛り上がるでしょ、それ。でブレイキングダウンは何で出たんですか。僕がその朝倉未来さんが一回自分がお店やってるところに来てもらったりして、そこで朝倉未来さんのことを知って、境遇が結構似てたりとか少年行ってたりとかっていうのを聞いてる中で第一線戦ってるっていうのを聞いて、あすげえかっけえなと思って、その後、SNS でブレイキングダウンの応募を見つけたんで、そこから応募しました。あれなんだ。あと、まあ、運営やってる人で、お世話になってる経営者の人がいたんで、その人とかにも、なんかいろいろ相談して、僕やってみようとしました。で、今はどういうふうに生活してるんですか？今は僕は六本木でお店をやっているので、で、そういったお店をこれからたくさん広げて、経営者としてもやっていくってことだ。今後はどうしていこうと思ってるんですか？そうですね。ブレイキングダウンで結構。はい、流し広まったと思うんだけど。そうですね。僕も YouTube を一旦始めさせていただいたので、今後は、まあ、YouTube も頑張りつつ、本業である料理もやりつつ、まあ、いろんな多方面で挑戦をしていきたいなとは思ってます。いいですね。挑戦大事だからね。はい、ということで、今日はちょっとあいろいろこんなね、ご馳走を振る舞ってくれてありがとうございました。はい、僕も次また打ち合わせがあるんで、そんなに時間がなくてね、せっかく作ってくれたので、ぜひまたあれだったんですけども。はい。また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。今回の動画どうだったでしょうか。今リアルタイムで動画撮ってるんですけど、僕これから今から日本から海外に出国するところです。はい。はい。まあ、そのないタイミングで、これちょっと言っとかないといけないなと思って撮ってるんですけど、はい。まあ、本当に小宮さんありがとうございました。ありがとうございました。最初はめちゃくちゃ怖い人かなと思ったんですけど、はい。本当はいい人で、はい。料理もめちゃくちゃうまかったです。で、やっぱ何よりも一回失敗した過去がある。まあ、それは意図しなかったとしても、そういう過去があるっていうのは僕もすごく似てるところがあるんで、なんかすごく共感できる部分がありました。はい。はい。まあ、これからも、まあ、そういう過去の失敗とかにとらわれず、本当に頑張ってる人はどんどん出していきたいと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。